新米の季節。粒がしっかりしていて輝きを放っています。収穫したばかりの魚沼産コシヒカリです。長岡市川口地域の専業農家、大淵健さん。7月、保護へと言われる肥料をまく作業に追われていました。去年は梅雨明けが遅く、余分な水分や栄養を取り込んだため背丈が伸びすぎて収穫前の稲が倒れる被害も。葉の色や背丈を見て肥料の量を調節しているといいます。3分の1ぐらい転ばしちゃったかな、だからさすがにね、2年続けて引き込みはできませんので。黄金色に輝く田んぼ、魚沼産コシヒカリが稲刈りを迎えました。今年は夏の低温でもって稲の方も非常に調子がいいのかな、綺麗ですよね。ものとしてはすごく数年ぶりにいいのができていると思ってます。大淵さんが JA に出荷したコシヒカリの一等米比率は 100%。 収量は少し落ちているものの自信を持った米ができました。出荷時に JA が生産者に支払う仮渡し金も、一般コシヒカリなどは大幅に減額された一方で、魚沼産は維持でした。基本的に量がありすぎるんだからね、いつ魚沼もじゃ下げてくださいってね、なる可能性ありますもんね。米の需要が毎年10万トンずつ減ると言われる中、新型コロナウイルス感染拡大により外食向けの需要減少で米余りが深刻になっています。国は去年収穫された米を37万トン後ろ倒しで販売することを決めています。県と JA は主食用米から飼料用や加工米といった非主食用米への転換を呼びかけました。県は今年の主食用米の作付け面積を9万5500ヘクタールに設定。前年に比べて1万1200ヘクタール分減らす目標です。現在の感触といたしましては、過去最大のですね、転換実績になるのではないかというふうに見込まれています。一方ですね、県が設定いたしました目標にはなかなか至らないという状況でございますので、そういったところの検証も合わせて必要。転換の呼びかけに応える形で大淵さんも一部の米を非主食用米として出荷しました。めちゃくちゃ抵抗ありますよ。魚沼だけごめんね、やらないよっていうのは予想してみたらないよね。今年は JA が一押しする農家としてチラシに掲載されました。でこんな感じです。4年前に妻の悦子さんを亡くしてからは次男と二人暮らし。この日は孫たちと一緒に夕飯を食べることに。もちろん大淵さんが作った新米です。ご飯のお味はどうですか？あ、はい、ちょっと量がないの切ないけども、でちょっと高いしね。でもやっぱり今年はものすごいいいのできてるから、ちょっと奮発してでも、美味しく食べてもらいたいですよね。JA 越後上越の倉庫、今年のコシヒカリの一等米比率は9割程度を維持しています。
令和3年産米のコシヒカリにつきましては、夕張もよく、品質も今のところ非常にまあ良いといった状態でございます。一方でこちらの JA でも契約農家の協力で主食用米をおよそ2900トン分減らし、非主食用米への転換を進めてきました。上越市清里区グリーンファーム清里の社長、穂坂和八さん。およそ150ヘクタールの田んぼで栽培する米の7割が業務用で、取引業者を通じて都内のレストランやホテルなどに販売しています。私ら会社の生育もですね、ほぼ平年並みかややいいかなというような状況で、楽しい秋になりそうかなと思ってます。はい。今年の米の出来は上々。一方で心配なのは米余りによる米価の下落です。去年収穫された米は新型コロナウイルスによる影響で取引先からの返品や値引きが相次ぎ、売り先の確保にも苦労しました。今年はなんとか売り先は確保したものの、価格は去年に比べて1割ほど落ちているといいます。お米の売り上げがさ、うちの会社だいたい1億6000万から1億8000万あるわけ。2000万くらいの損益が飛んでいっちゃうということなんだよね。やることは経費は全く一緒なんだから、だから非常に経営的には痛いなということだし。影響を最小限に抑えるため5月の段階で業務用の一部の米を飼料用米へ転換することを決断。去年の 2.5 倍ほど増やしました。もう今から飼料用米だってアウトだからね、ダメだからさ、まあ良かったのかなというふうには思っている。会社の設立から29年目、これまで野菜などは育ててきましたが、新たな柱としてブドウ栽培にも取り組んでいます。ブドウはすべてワイン用で、順調にいけば来年の秋には出荷できる予定です。こちらは試験的に植えた2年目の木。ブドウの実を収穫して試食してみることに。大佐、これこのままでワインの原材料でいくんだよな。もうそのままいきます。これだと永久品で通りそうだね。永久さらに大きな決断も。トラックから降りてきたのは2頭の子牛。長岡の市場でこの日競り落としました。お産した後また発情くれば種つけるし、10ヶ月経つとこれくらいになるから、それを今度子牛の市場へまた出すと。実は穂坂さんは30年ほど前に牛を飼っていました。従業員の後押しもあり、試験的に飼うことにしました。もう10年先、見据えてということで、本当にこの畜産だったり、果樹だったりということで、米だけでは限界あるよなということですので、そこは多角的に複合的にやっていきたいと。農家として生き残るために模索する日々が続きます。